名珍場面プレイバック、後半はここから。まあね、オプションビデオのね、いろんな長い歴史の中でさ、いろんな人がいるね、人ね。基本的にね、車もそうだけどもね、人間が面白いのよ、この業界っていうのは。チューニングとかね、こういう業界、まあ、俺が一番最初でね、この業界をちょっと作った時に最初のね、出会いっていうのはやっぱり海女さんだからね。やっぱ海女さんのそのストリートのね、その車の改造、そして走り、これが面白くてね、やっぱりね、オプション作ったみたいなもんだから。ケイさん、これ最初パーマだな、こんな海女さんもこんなパーマで、ね、そこでチンピラだよ、ほんとね。しかしね、なかなかね、僕としてね、なかなかね、いい人なんだけどさ、しかし海女さんはもうだんだんこの業界の中でずっとだいぶまともになったね、うん、あ、まともになったって言えばね、土屋圭一、これもね、昔はね、長年上田だったんだけどさ、ね、峠のドリフトで、その頃こんなだから、あれなんていうんだろう、カリカリ、こんな頭よ、ね、カリフラワーみたいな頭してたんだよ、こんな眼鏡かけて。ビデオオプションご覧の皆様、こんにちは、キング土屋圭一です、なんとですね、このビデオオプションも、皆様のおかげで200号、まあ、すごいことですよね。僕も最初の一桁台から出させてもらってますけれども、ずっとこうドリフト一筋といいますかね、ビデオオプションといえばドリフト、走り屋といえばビデオオプションっていうね、感じで22年、これからもやっぱり皆さんと共に皆さんに受け入れられるようなビデオオプションをね、作っていきたいなと、まあ、この200号をやってくる間にですね、まあ、いろんなことありましたけれども、やっぱりこの D1 の前のイカ天時代、それも最初の頃ですね、10号20号ぐらいの時、日本中のみんながね、ドリフトが本当にそこら中でやるようになって、で我々ビデオオプションがイカ天っていうのを作って、まあ、取材するようになって、そうするとね、10号20号ぐらいからやっぱこう上手いやつから審査員が文句言われるんですね。僕なんかだとやっぱこうみんな慕ってくれて、そのドリフトキングの土屋圭一だから、まあ、しょうがねえかみたいなところはあるんですけど、違うやつが審査するとその乗り込んできたわけですよ、審査的に。だからノムケンが九州でチーム率いてる頃なんか、全盛期の頃なんかすごいですよ、やつは審査員に普通に文句言いますからね、あんたやってみんじゃいみたいな、俺はやりますよ。自分の中で心残りっていうのは一つあります、D1 を始めて何年かのね、岡山美北雪吹雪、この時ね、非常にいい加減な審査をいたしました、申し訳ございません。審査をこうしてるんですけど、下から雪が降ってきて、こうよく分かんないんですよ、皆さんが走ってくるのが。で、吹雪の中から現れた途端にもう目の前にいた。でもやっぱり審査なんで、なんかこう審査しなきゃまずいな、だけど吹雪は下から吹いてくる、そんなこともありました、申し訳ございません。本当にドリキンのライフワーク、全国の走り屋の憧れの舞台となった一家店。ここで目立った選手は模範走行として日本中を回ったり、ビデオの企画で呼ばれたりと活躍の場を広げた。その代表的な企画がフレッシュマンオーディションをはじめとするドリフト野郎挑戦企画で、豪華な講師陣のもと様々なレースに挑戦した。ではその中でも衝撃のシーンをご紹介しよう。アメリカストックカーレースに乗り込んだのはご存知ノムケン。ようやく車にも慣れ始めた練習走行での出来事。他の車の流れに乗ってこれから徐々にスピードを上げていこうとした矢先、事件が起きた。見るとクラッシュしたノムケンの手にはハンドル。一体何が？ハンドルだ。今のは何でしょう？ハンドルが取り締めたですね。こんなレースばかりではなく、かつては真面目にレースに出ていたこともあった。リードライバーが谷口。今では GTS 対 WTCC と引っ張りだこの谷口もここから羽ばたいていったのだ。時にはこんな大物ゲストも登場。
現在トムスの会長を務める舘さんも監督としてドリフト野郎の指導に出向いてくれた。さらに今では信じられない光景が、のんけん扮するモナキジジイを背負ってスタート前のグリッドで選手をケア。こんな偉い人にも一緒にバカやってもらう、それがビデオオプションなのだ。本当にね、このバカな人間がね多いけども、ね、まあ、最近ねちょっとね気に入ってるのはね、 D1 で言えばやっぱりオリドだね。 あいつはね、まあ、D1 っていうのも、まあ、レーサーなんだから、まあ本当 D1 って言っていいかどうか分からないけども、あいつは何事に対してもね一生懸命だから ね D1 でもね、まあ、すごいじゃん。あいつのねパッションはすごいよ。やっぱりね俺コントからね、なんとなくねオリドがね D1 をね引っ張っていくような感じもするんだな。だから他の若い選手もなんかオリドみたいな走りに憧れるみたいな。2009年には GT300 でシリーズチャンピオンを獲得し、 D1 でもパッションあふれる走りを見せるオリドン学ぶ。そんなオリドもイカ天をはじめさまざまな企画でセンスを磨いてきた。伝説の水戸格闘レーシングではアキラと共に現役 GT ドライバーだったとは思えないバカっぷりを披露してきた。そんなオリドが初めてアメリカのレースに挑戦したのが憧れのナスカーだった。夢のような舞台で走る喜びをかみしめるようにドライブするオリド。周りで起こるクラッシュもうまく回避し、初めてのナスカーを満喫していた。少し落ち着いてきました。Good taste. しかしこの男の逆境男の種がニョキニョキと芽を出してしまう。事件はピットインの最中に起きた。給油タンクからこぼれたガソリンが引火、大火災発生。車内のオリドは落ち着いている。この火災でメカニック2人は重傷。さらに最悪な事件は続く。茂木に上陸したナスカーコカ・コーラ500、予選を日本人最高位で突破し、ノリに乗っていたオリド。しかしこの男の逆境魂が目覚めなくてもいいのに目覚めてしまう。順調なスタートを切ったと思った矢先、左コースター降りと大丈夫だよ。タイヤちょっとフロントタイヤちょっと当たってる。リクルーテンヘリー、わー、クラッマシンは大破しリタイア。大ちゃんの言うこれからの若者が憧れる走りは多大な犠牲の上で育まれたのであった。